アフリカのロバは、母乳後期ヒズメモクウマカウマ族に分類される木、ヒズメ類、エチオピア、エディトリア、エジプト、ジブチ、スーダン、ソマリアに分布する可能性もあり、東道町 200cm、おなが 45cm、肩高110から 135cm、体重200から 250kg、本種の学名を、 被災の早いカチクロバと同じエキスアシネスとする説もあった。アイクスンの強権により、イーアシネスはイエチクシュの実を指す学名として、野生種の学名はイーアフリカノスを引き続き使用することが認められた。生息地では食用とされたり、薬用になると信じられている。骨から作ったスープや体の部位は、結核や腰痛、便秘などに効能があると信じられていることもある。 食用や薬用の乱獲、家畜との食物や水の競合などにより生息数は激減している。家畜のロバとの交配による遺伝子汚染も懸念されているが2015年の時点では本種と家畜のロバが交雑しているという科学的な根拠はない。1983年にワシントン条約付属書愛に掲載されている。ソマリア北部では1970年代には 空中撮影から4000から6000頭が生息すると推定されていた。1930年にドイツのヘラブルン動物園で初めて飼育された。日本では1988年に横浜市立金沢動物園で初めて飼育され、1990年には日本で初めて飼育過繁殖に成功した。1990年の時点では5カ国10施設で、 50頭が飼育されていた。2019年7月30日、日本国内で飼育されていた唯一のソマリのロバの個体、桜について死亡したと発表。飼育していた東山道植物園の発表によると、年齢は17歳、死因は心不全だった。ありがとうございます。